動画をご視聴中の皆様、こんにちは、こんばんは、おはようございます。本日は横浜市は港北区にございます、ざっと横浜港北様にお邪魔しています。ざっとは以前も動画で使わせていただきましたが、シンプルなバリケのインドアフィールドですね。ヒットコールありがとうございます。そして今回はなんと視聴者様参加企画第1弾だ。そんな企画通してないです。単純に動画見てくれて、ツイッターなどでも仲良くされてるアイギスさんがたまたま東京に出てこられていて、せっかくだからと一緒に遊んでるだけですね。いやいや、そうは言ってもすごいことなんだぞ。俺がこの動画を上げていなければ、100% 出会えなかったんだからな。まあそういうところはすごいと思いますけど。まあせっかくの出会いなんですから、大事にすることですね。さて、今回のゲーム内容をまだ教えてもらってませんが、これはフラッグ戦ですか？いや、これは無限復活カウンター戦だな。銃は東京丸い、デトニクスコンバット。インドアではこの銃使うことが多いんですかね？いや、ほぼほぼサット専用だな。このフィールド実家の近くにあるんだが、サバゲーできる簡単な装備意識も実家に揃えてあるんだ。その中の一つがこれだな。小さい銃は持ち運びに便利ですからね。さて、現状は右通路を警戒しながら正面を見張ってる感じですね。これ以上ラインは上げないんですか？上げることはできるけど、下手に上げすぎて、もしうまくいっちゃうとリスキル気味になっちゃうんだよな。現状、このポジションですらうまく防衛し続ければ相手を前に出させないことができる。そしてさっきの弾は外れたみたいだな。やっと少し移動しましたね。あのまま動きがなかったらどうしようかと思いましたよ。でもこれは動いたの失敗だな。もう少しでないとろくに車線通せないし、かといって今更引くに引けないし。素早く戻ろうもんなら、それこそ味方に敵と間違えられてフレンドリーファイアされてもおかしくありませんしね。もうこうなったら仕方ないな。さっき打ち損じた人を仕留めて、この場でエモイもしてやるぜ。室内、角町、ショットガン、焼夷弾。コットかな。新作のコールオブデューティ、妹角町強すぎません。今に限らず強い戦法ですけどね。今作、S マインの威力の高さと相まって結構鬼畜な戦法ですよね。いや別にダメとは言いませんがね。闘争心が煽られますよね。顔真っ赤なだけであるというね。それがコットのあり方なのだとも思う今日この頃。エイム良くすればいいとの意見がですね。ああ、聞こえなーい。誰かこんなウフ主にご教授を。アカウント名は元球773です。ヒットコールありがとうございます。ヒットは取れましたが、後方から迫られてることに気がつきませんでしたね。まあ相手チームのリスポーン地点間際だからね。もうしゃあないレベルだな。アイレのリスキについて随分気にするんですね。リスキルは悪い文化だ。いや、テレビゲームならまだいいけどさ、こちとらかを見合わせて打ち合ってるんだ。ゲームを険悪にしたくないしな。何よりこれはゲーム。遊びなんだ。試合じゃないし、相手がいないとできない遊びなんだ。だからこそ、いくらルールで縛られていないからといって、相手の気分を大きく害することはしないようにすることが、平和なゲームを作るコツだと思うよ。銃で撃ち合ってるのに平和を語りますか？そこら辺はほら、こんな遊びを笑い合ってできることがそもそもすげえ平和じゃね。片や今も内戦やテロを繰り広げてる国がある中、この国ではおもちゃの銃を使ってこんな遊びを笑ってしてるんだ。これって恐ろしく平和なことだろ。確かにそうかもしれませんね。この手に持った銃が本物に変わり、遊びではなく人を撃たねばならない世の中にならないことを祈るばかりです。さて、真面目な話はここら辺にするとして、あと1分でゲーム終了だ。最後に何ヒットかもらっていくとしようか。とか言いながら打ち負けてるんですから、本当に打ち合い弱いですよね。今年のクリスマスプレゼントはエイム力ですかね。祈って手に入るようなものならいくらでもお祈りしますよっと。まあ何はともあれ1ヒットにですか。なんとか隙をつければいいんだが。無理にスパートをかけてくる人を狙いますか。最後なら出てきそうですね。そういう人も。さてさてよく見てよく狙うぞっと。ヒットコールありがとうございます。これで終わりでしょうか。まだだ。まだ終了のコールは言われていない。最後まで気を抜くな。はいはい。正面よし。右の通路も敵 A なし。残り時間約15秒。策定範囲広げてください。あんま視界広げると撃たれやすくもなるんだがな。わがまま言ってられないか。敵発見。右奥の迷彩ネットの裏。だあ分かりづらいところに隠れおってからに。ヒットコールありがとうございます。ちょうど弾打ち切ったぜ。ゲーム終了。お疲れ様でした。続けてやっていきましょう。今回はフラッグ戦。人数は8対8ぐらいでしょうか。そしてこのゲームは先ほど紹介したアイギスさんに加え、特能ミルクさんも参戦だ。特能さんともよく遊んでますよね。あれ、でも先ほどのゲームではなんでいなかったんですか。あの人朝ごはん食ってました。午前のゲームだからね。室
方ないね。でも実際問題なんだが、徳能さん最初は敵チーム側だったんだよ。それが戦力調整でこっちのチームに来たんだけど、本当に助かるね。あの人サッと常連だから、普通に手に気回ると強いのなんの。アプ主とサバゲー何回もしてるだけあって、ウプ主の町ポイント大体は悪してますからね。対して、ウプ主は徳能さんの立ち回りがまだ理解しきれてないと。畜生。これが26人とコット人の格差だとでも言うのか。徳能さんは前半は後方で味方の援護と進路チョーク、後半から押し上げて最終的にフラップを目指す、といったスタイルが多いですが。対してウプ主は前半突撃、高ポジションを分取ってそこでしばらく待ち伏せ。そして味方が上がってきた頃に合わせてフラップ目指す形ですよね。似てるはずなんだけどな。序盤から慎重な徳能さんと、序盤から無理やり殴り込むウプ主とでは決定的に生存率が違うので、似てるとは言い難いかと。そんな私が今回は序盤にもイモしてみました。正確には正面ルートとエアシャワーに方向から攻められててアップアップしてるだけというね。せめてフラップからこっちにデルスト落とせればかなり違うんだがな。そうすれば進んでエアシャワーの人も倒しに行けますもんね。このエアシャワー放置したらフラップ 100% 取られますからね。なんなら裏取り無双が始まっちまうからな。進むならしっかり倒して進みたいな。ヒットコールありがとうございます。しかし見事なオーバーキル。謝ったから。めっちゃ謝ったから。謝れば許されると思ってるわけ。人は過ちを犯す生き物なのです。はいはい、わかったから進みますよ。エアシャワークリアしないと後ろの徳能さんも動けないんですから。あそこ道狭いから嫌いなんだけどな。怖くて。昔はキッとして飛び込んでたやん。私も大人になったのよ。ヒットコールありがとうございます。見たか俺のファインプレイ。びっくりエイムでしたけどね。あんまりファインじゃないんだよな。徳能さん、エアシャワー潰した。ヒットコールありがとうございます。店長、打ち取ったり。今の店長さんですか。うん、最初に打った方ね。このフィールドの店長さんはサバゲー初心者ですからね。さすが初心者キラーウプ主。やめて、風浪被害やめて。二人目はよく打てましたね。ちょっぴりバリケからはみ出てたからね。さて、あとは徳能さんや味方たちと進んでフラップ落とすだけだぜ。あれ、今チラッと正面の4番バリケードから銃口見えた気がしますけど、ヒット者でしょうか。わからん、わからん以上ここはもう慎重に行くぞ。外回りからのルートが一番安全でしょうか。じゃあね。ここでフラップゲット。最後超至近距離でごめんなさい。あー疲れたー。ごめんなさい、すっげー近かったよね最後ね。では最後のゲームになります。このゲームは先ほどとは違う日の収録ですね。そして今度はよく俺の動画を広告してくださる諏訪のみくにさんと遊びに来てるぞ。ちなみにルールは殲滅戦だ。そしてこの日ハロウィンだったため、ウプ主はパンプキン帽子です。それ以下でもそれ以上でもありません。なんか悲しい言い方なんだが。気のせいです。それでは前回の動画のコメント返しと参りましょう。ウポツポツアリー。どこでやってるの。オープニング時のコメントですが、これは前回のアーマー祭りの開催場についてでしょうか。前回の開催場はオペレーションフリーダムです。でもアーマー祭り自体は年1回ぐらいのイベントなので、次いつ開催されるかは未定ですね。真夏にジャガーノート起用。それは俺に死ねと言っているのか。ってか死ぬわ。始まったらどうなるやら。前回の嘘次回予告的なものに対してのコメントですね。まあタイトルは変わりませんが、今後アーマー落ちてのサバゲーや、マッドサバよりのコスもするつもりではあります。でも普通のサバゲーの方が多いと思いますけどね。いろんなことにチャレンジはするつもりです。ミニミの音。あ、前回の小気味移住生ってミニミだったのか。あれいい音出してたな。もちろん当日ミニガンもいたぞ。3人くらい。あ、やっぱ嫌な音してたからな。ナーフガンの故障についてですね。マーギアなりが激しいのは、ナーフの側にメカボックスが直で入ってるせいなんですけどね。お隣はエミチェリー。コロッセオの時の相方さんについてのコメントですね。私どもがああいった装備に詳しくないのでわからないのですが、なんというか、昔のイギリス軍とかの兵隊さんって感じですよね。よく似合ってました。いいよそりゃ。嘘みたいだろ。この日、雨予報だったんだぜ。わしおるわらわら。おっと、当日の参加者様のコメントですね。どなたかは存じませんが、当日はありがとうございました。砂動画が遠のく。キャッパー、フルオートは最高だぜ。はいはい、お薬飲みましょうね。
運営さん、被災者さんお疲れさんやで。本当にお疲れ様です。これだけのイベントですから、様々な方面に発砲して苦労なされたことだと思います。アーマーのレベルやばやば。本当にな、俺も一応落ち込んだが恥ずかしくなるレベルだったぞ。でもいいものをいろいろ見せてもらえたからな、負けてられねえって感じで燃えてるぞ。かっこいいアーマー製作頑張ろう。さて、あとは前回の広告者様にお礼です。諏訪の三国様、安郎様、試練様、広告ありがとうございました。今後の制作の励みにさせていただきます。それでは動画に戻りますが、何してるんですか今は。いやな、それがさ、バリケージ前越しに敵さんがいるんだよ。分かってはいるんだが、どうにも踏ん切りがつかなくてな。もうゲーム開始から3分くらいここにいるんですから、そろそろビシッと決めてくださいよ。格好悪いじゃないですか。うるせえ、お前らにこの戦場の恐怖はわからんだろう。至近距離痛いんだよ。でもその感覚がだんだん心地よくって。違う違う、そんなことは断じてない。あれ、そういうプレイ好きじゃなかったですか。てめえ何勝手に恐ろしい風浪被害まき散らしてくれてんの。見てくれてる人が勘違いしたらどうしてくれんだってばよ。はいはい、アホなこと言ってないでさっさと進んでくださいよ。味方がクリアしてくれましたから。味方グッジョブ、ナイスグレネード。ってまずい、裏に隠れてた敵がやらせは戦争。ヒットコールありがとうございます。二人目の方は気がつかなかったみたいですが、スタッフさんがヒットを教えてくれましたね。これやってみるとわかるんだけど、ダボっとしたシャツに弾があると至近距離でも気がつかないことあるんだよな。肌と服に空間がある時とか、結構わからないものなんだぜ。まあわからない時ってのはどうしてもありますからね。仕方ありませんよね。ヒットコールありがとうございます。あっぶねー、今の人サイクロンだかトルネードだか投げようとしてたじゃねーか。エアシャワーに投げ込もうとしてたんでしょうね。ゲーム中は気がつきませんでしたが、これはいいプレイでしたね。そして殲滅戦にもかかわらず、間違えてフラッグを取ろうとスループ主。焦ってたんだ、見逃してくれ。それはまあいいですが、残り時間約5秒ですよ。はい、ということで、さっと横浜港北でした。インドアゲームはテンポが良く、サクサクできていいですね。まあその分サクサクやられてもいるわけですが、でもハンドガンでの立ち回り、狭いところでの戦闘は役には立ちますね。ただウプ主反射神経もそこまで良くないのか、一瞬見えた人をヒット取ることができないあたりも、今後の課題かもしれませんね。ゲームしててもスナイパー苦手だったりするしな。あれもエイムだけじゃなくて、一瞬だけ見えた敵を撃つ反射がないときついよな。まああとは動体視力とやっぱりエイム力ですね。そう考えるとあれ、ウプ主って課題多すぎじゃね。ってなりますが、立ち回りだけは悪くないから。FPS 苦手な人がこぞっていうやつ。さて、次回は予定通りであれば、12月9日の土曜日に投稿するはずです。よろしくお願いいたします。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。